っていうか、なんとなくで始めちゃった。夜もできたらやりたいけど、どうだろう、やんないかな。こんばんは、こんばんは。今日早いね。そう、早いの。こんばんは、こんにちは。いつからこんばんはなんだろう。5時だけど。できるときにやればいい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は眠いけど早起きしたな。なんか部屋の掃除しながら大富豪やってたら、特に何もなかったわ。なんか言おうとしたけど、いや、なんか言おうとしたんだけどな。あ、でも掃除やりながら大富豪やってると一瞬で終わる。でも見れなかったりするから、画面が。だからね、あれなんですよ、ダメ。都落ちしてることが多い。悲しい。そう、あ、そうだ、今日は猫の日ですよ皆さん。ハッピーさんの日ですよ。エビさん、ハート大バチブホ、ありがとうございます。そう、今日猫の日だ。なんかさっきっていうか分かんないけど、数時間前まこちゃんが配信してるの見たら、なんかチョコフォンデュやってたのかな。で、この猫の耳つけてて可愛かった。まこちゃんってウニさんにも似てるから可愛いし、まこちゃん自体本当に猫っぽいよね。あれ、最後猫耳して。猫耳の道具がないんですよ。これより買えばよかった。ハッピーさんの耳借りる。確かに羊の耳ならある。こんばんは、こんばんは。さや、猫耳持ってないの。持ってないんですよ、残念なことに。ちょっとハッピータンを連れて行こうかな。寝ちゃうかな。こんにちは、こんにちは。暇なの。温泉旅行いいな、行きたい。なんか最近温泉旅行とかいいなって思うようになったんですよ。年、これって二十歳超えたからかな。悲しい。まあいいことなのか、体をなんかゆっくり休めたいなって最近思うようになったんですよ。なんか自分の体のためにお金を使おうと思ったんですよ。まあ美容とかのために。まあ基本化粧品とかしか買わないけど、自分のためにって言っても、あとはハッピーさんのものを買う。体がしも、本当だよね。なんか本当にそう、最近気づいたよ、それを。それ年、そうなんよ。やっぱ喋ると熱っ。熱っ。あ、かわいいギフト。フルハウスさん、オープン、ケンポポさん、猫、スコ、ケンゴさん、ハト、猫、七七、猫、スコ、マイクさん、かわいい、ありがとうございます。おなみじゃないよさん、ハト、ありがとうございますね。熱い。大学君、体を動かしたくなる、いいな。でも私もこれから体を動かすけど、そう、振り入れよ、振り入れよ。どんな曲かな、わかんない。楽しみ。あだちはまだ若い、ほんと。いける、もう21になるよ。こんばんは、こんばんは。ハピさん、温泉似合いそう。似合うか。ハッピーさんは、芝生が似合う。芝生、大分の温泉、行きたい。
そうだ、大分県は温泉県ですもんね。行きたい。私がずっと昔から見てるインフルエンサーかな、あのきり丸ちゃんの出身地なんですよ。多分知らない方が多いかな。知ってたらすごい、女の子でも。きり丸ちゃん本当に本当に可愛いの、大好き。ただふうくんだるま、ありがとうございます。忍たま懐かしい。忍たま乱太郎、うつみっち猫すこ、ありがとうございます。猫はできない。ハッピーさんで活動しておいたことある？ありますよ。でも全然あげない。まあ、猫用のカブトムシ間違いない。カツオ節あるけど危な。そうだ、なんかハッピーさんにあのなんだっけ、爪研ぎを新しいの買ったんですよ。あのまあ一番安いところ、安いあの段ボール製の爪研ぎをで昨日あげたんですよ。ちゃんとマタタビの粉をまぶして、そしたらやっぱりなんかすごい楽しそうに爪研ぎをしてくれたんですけど、夜中すごい暴れてんですよ、そのマタタビ付きの爪研ぎをハッピーさんが持って。で起きたらその爪研ぎの段ボールがバリバリに破られてて、もう元気なかったです。でもね、買ってあげた甲斐があったっていうか、うん、なんかハッピーさんのイライラを、イライラっていうか猫の本能をちゃんと久しぶりに引き出してあげたのかなと思ったら、すごい嬉しくて可愛くて、もう朝から幸せでした。もう一回爪研ぎの買ってあげる。ハッピータウン可愛い。一日でダメージさん、そう、まあ、正確に言うと一日も持ってないけど。可愛い、どうしよう、本当にいつもなんか誘ってる顔でずっとぼーっとしてるのに、またたびと爪研ぎを与えたら目まん丸で可愛いよ。またたびより多かった、いやちゃんとね考えて量あげたよ。フラーさん、だるま、ふうくん、ハト、ありがとうございます。How are you? I'm fine. Thank you. だいぶちかわいい、ありがとうございます。やっぱ猫なんだな。そう、猫、いや、ハッピーたん連れてこよう。よいしょ、よいしょ、久しぶりだね、ハッピーターン配信に出るの。眠いね、ごめんね、ちょっとごめんね。久しぶりですね。15分だけの配信なのに、猫の日の猫ハッピーちゃんの登場ですよ。皆さん久しぶり、不機嫌じゃないよ、こういう顔よ。首を前前と一緒だよ、ハッピーちゃん今日の主役だって。かわいい、おはよう、ハッピー、ごめんね、似てる、ありがとう。やっぱ似てるって、さやかとね、まだ眠たいらしい。かわいいね、ハッピーだ。そんなに人前でね、あくびしちゃダメ。この手がかわいいよな。
何歳？9歳、今年で10歳になっちゃいます。大丈夫ですか？お、なんか顔が起きてきた。ほら、口で息してるのがわかるでしょ。かわいそうに。ありがとう。すごい。熱い。ヤマシーさん、バラ。プボムラさん、猫すこ、ナベカルチ、かわいい。ありがとうございます。ハッピーターンでした。久しぶりの。威嚇してるみたいだけど、怒ってないよね。怒ってないです。ちょっとね、鼻が悪くて、口呼吸なので、口呼吸の音って言ってる、いつも。かゆい。毛が舞う。ハッピーターン、かわいい。ほんと嫌がらない、嫌がらない、好きだよ。さあ、コンディションよき、ほんと？いや、今日ほんとに今さっき顔と髪セットして、あの、前髪薄くしたですよ、またどう、わかんないか。ほら、横で止めてるのサラ髪。あ、そう、昨日メイクさんにもそう言っていただけて嬉しかった。ハッピーターン。なんか練習、そう、練習、練習レッスン、フリーレ、そうそう、これ初めて来た、初めて来た。なんかなんもないな。あ、この間みっちゃんがミルキーくれた。かわいい。ミルキーとか久しぶり。黄色だった。かわいいね。ミルキーってね、なかなか食べないよな。かわいい。最近飴とか食べるってなったら喉飴が多いから。ミルキーやママの味ってなんかちっちゃい頃すごい都市伝説すごい言ってたよな。怖いね。ミルキー、ミルキーといったら渡辺美幸さんですよ。かわいい、かわいい。見えた。え、ドラムやってるよ。あれ、ドラムってどういう、あ、変わったんだっけ。ドラえもんなの、めっちゃ違う、土曜日なの。久しぶりになんかテレビでドラえもんを見た。その前がしんちゃんか。主権です、こんにちは。パンケーキさん、こんにちは、ありがとうございます。ミルキー食べて歯が抜けた思い出、え、私もある。ちっちゃい頃なんか銀歯だった時に、ちっちゃい頃保育園の時かな、ハイチュウ食べて一瞬で取れて怒られた。ずっと覚えてるそれ。おばあちゃんと一緒にいた時だ。その時にお母さんがいなかったから怒られた。ハイチュウは取れる、確かに。ミルキーも取れるし。ちっちゃい頃懐かしいな。私もちっちゃい頃矯正もしてたしな。まだ矯正し足りないけど、私下の歯、ちっちゃい頃そう、上の歯を矯正してたんですよ。知らない、知らないよね、初めて言った。だから上の歯が綺麗なんですよ。まあそれほどガタガタじゃなかったけど、上の歯、そう、上の歯を笑った時に見えるから、お母さんがそうやってくれたんですよ。なんか目に、表面に見える矯正じゃなくて裏にする矯正だった。やっぱ矯正はちっちゃい頃にするべきだよね。今私もやりたいけど、
今やったら歯抜かなきゃいけないし痛いからね、困っちゃう。ハッピータンの歯はすごくちっちゃいちっちゃい歯ですよ。本当に可愛い。好き。あ、15分経った。今日で327。ありがとうございます。そっか、大人と子供で違うのか金額も。そうだよね。ね、初暖房を消せばよかった。この服なら。よし、終わりにします。夜の配信はしないかな。うん、しなそうかな。ハッピー。よいしょ。よいしょ。今日はそう、これから練習フリーレがあるので頑張ります。横浜アリーナのです。よし、何曲読みます。親知らずは出たことない、抜いたことない。これから出るのかな私。いきます。38位ゴンゾー、1位むつみ、2位ケパパ、3位大分っち、4位ぷんぷん村、5位マイク。6位ナナシ、7位カー君、8位ウィスキーカメ、9位西武ドーム、10位リバータウン、11位カズヤッチ、12位キミちゃん、13位ディノッゾ、14位シマちゃん、15位ヨダ、16位カズ、17位カスミソウ、18位マサキ、19位ワタワタ、20位アサカ。よし、皆さんありがとうございました。ハビダは今日は猫の日、あなたが主役よ。いっぱい美味しいもん食べようね。かわいいよ。イエーイ、ハッピーターン。かわいい、うん、よし、今日の夜配信は多分しないです。そっかり大富豪練習が終わってやります。ちょっとあなた目が汚かった、ダメだ。はい、皆さんありがとうございました。どこ見てんの、こっちだよ。今日も島民の皆さんが大好きです。ありがとうございました。バイバイ。